それでは本日もボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭徳記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、第15回公営レーシングプレスカップ、本日2日目を迎えました、はい、さあここで皆様にお知らせがございます。ボートレース業界では国内外における新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本日2月28日から3月15日までの間、無観客でレース開催となっております。ボートレース大村におきましても、本日2月28日から3月4日および3月8日から3月14日までのレースは無観客で実施いたします。これに伴いボートレース大村本場および場外発売所も休館となっております。急なご案内となり、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、お客様の安全面と健康を考慮しての決定となりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。そして船券購入につきましては、電話そしてインターネットでの投票をご活用いただければと思います。さあ、長谷さん、はい、全国的にですね、そうですよね、コロナウイルスがちょっと気になるところなんですけども、うん、ボートレース業界でも無観客でのレース開催となりました、はい、さあそんな中なんですが、うん、今節2日目を今日迎えましたね。そうですよね、はい、さあ長谷さん、昨日は、うん、まあ、満州決着も出てありましたね、はい、そして中和の配当もちらほらという感じだったんですけども、インが負けるとね、はい、高ワイドになるし ね、 ね、やはりまあ新モーター2節目ということで、はい、なかなか選手もね、まだ調整がね難しいって言ってた選手が多いですね、はい、うん、まあ、そんな中初日連勝発進となったのは2選手いましたね、はい、さあまず1人目は山口雄二選手でした。ドリーム戦ね、はい、インから逃げましたけど、結果的にはゴール寸前までね、はい、追いかけられてね、ヒヤヒヤの勝利でしたね、はい、本人もレース後にはね、はい、いやもう今日はもう枠でなんとか粘ったという感じがすると、足自体は大したことないんでね、うん、2日目以降はちょっとね調整してね、なんとかエンジン出したいですねと言ってましたね、はい、うん、ちょっと地元としてね、なんとかまあね、結果的には良かったけど、はい、これから先考えればね、まだまだって本人言ってましたね、はい、そうなんですね、うん、そしてもう一人が村松修司選手でした。誕生日連勝しましたね。連勝、素晴らしい誕生日となりました。おめでとうって言ったら、もうそんな年じゃないですよって言われて、はい、そんなことないよって、若い若いそうなんですね、でもね、村松選手、まあ、前半幕下がってましたね、はい、その時はね、はい、いや普通くらいって感じだったんですよね。でもね、うん、後半チルトを0度に跳ねていってね、はい、インセンはね、行き足が良くなってましたって。うん、これね、あと乗り心地グリップ感くればいい、はい、調整がねどうしようか迷ってたんですけど、はい、選択肢はちょっとねぐっとね縮まったと言ってましたね、はい、そうなんですね、まあ、誰が優勝争いですね、うん、リードしていくのか大注目となりそうです。それでは本日2日目、長谷さんに注目レーサーを挙げていただきましたので、はい、まずはそちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ今日の注目レーサーは森永純選手を挙げていただきました。注目ポイントお願いいたします。大村校舎が本領発揮。森永選手といえば大村校舎、あのねイメージもあるけど、はい、彼もとにかく大村に来るとね出てるなってことが多いんですよね。そうですよね。逆に言っちゃうと、はい、森永選手が出てて、その後乗った選手が、うん、本当に森永さん良かったんですかっていうようなことも多いんですね。うん、彼の体型ももしかしたらあるかもしれないし、あ、まあ、ペラが大村で合うのかもしれませんね、はい、昨日は外枠デーでしたよね。はい、そうなんですよ。外枠デーで結果としては2着3着しっかりとまとめてきました、うん、で大村候補者の一つの理由というのは、はい、ここまでね大村ね、まあ、急輸出して2回優勝してるって、まあ、実績もありますね。はい、でさあここは陰線ですね。そうですね。さあ小畑選手はどうするかといっても多分枠なりと思いますね。もしかしたら小畑選手がスローにする可能性もあるけど、はい、まあ、基本的には3対3か、あ、3対3かな、上野君もちょっと分かんないんでね、まあ枠内は枠内でしょうね、はい、もしかしてスローダッシュの位置はちょっと変わるかもしれませんけどね、枠内と思いますね、うん、分かりました。でも本命森永選手、はい、大村のインは今10連勝してます。強いですね。強い。そしてこの中でも一番昨日の動きは良かったんですよ。はい、そうなればね、まあ枠内侵入なれば有利でしょうね、うん、そうですね。森永選手がイン速攻、はい、そして昨日ドリーム走ってるのが小野寺選手も走ってますね、はい、小畑選手も走ってますけどね、船足では小野寺選手は問題ないって言ってました、はい、小畑選手はスタートして1マーク行くまでのあの辺が劣勢だなって、
昨日ピストン変えたんですけどね、はい、12レース終わった後も、変わってないですね、ちょっとあの辺の足がないんでね、なんとかしないといけませんねとか言ってましたね。はい、泉選手は直線系は悪くないと言ってました、はい、あとは乗り心地、ターンの出口での押し関係がもう少しくればいいということを言ってましたね。上野選手と、ね、立本選手はコースが遠い分ですね、そうですね、印は回らなかったんですけど、はい、先ほど言ったように4番小畑選手がねピリッとしないんで、はい、そうなれば3着はねちょっとね接戦なのかなと思いますね。なるほど。相手はもう小野寺選手としましょう、はい、ですので 1-2 前っていう4点と、はい、抑えで 1-3-2 っていうのを出しました。はい、計5点、はい、これで今日は行きましょうか。はい、はい、さあということで第9レースの1号艇森永純選手注目ということで挙げていただきました。皆様ぜひ参考にされてお楽しみください。さあそれでは今節初のあれいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田のみ。さあちょっと長谷田のみ、あのね、はい、やっぱりなんていうんですか、もう今ね無観客レースになったんでね、やっぱインターネットとか電話とかで買えるからね、ぜひともこういったのを、ね、見ていただける機会が増えるのかなと思うんでね、はい、やはり、まあ、ピット解説毎日 ねやってらっしゃいますけどね、そういうのも参考に、これも参考にしてね、ちょっと船券買ってほしいなと思いますね。そうなんですよ、ボートレース大村では YouTube で、うん、レースライブなど配信しておりますので、ぜひそちらもご注目いただければと思います。ですよね、はい、それでは気になる長谷さんの長谷田のみ、ご覧ください。はい、今日の困った時の長谷田のみ第12レース、カステラドリーム挙げていただきました。いや、あのなんていうんですか、ここはね、はい、混戦だと思ってます。というのが混戦、いらない人がいないっていうか、はい、モーターの悪くない人がいないって言ったらいいですかね。はい、あのまあもうここはね赤坂選手が1号艇登場しますね、はい、まあ、昨日は山口裕二選手が逃げたんでね、はい、やはりね地元2枚看板としてはここはしっかりとね逃げたいところでしょうね。頑張ってもらいたいですよね、うん、まあ、新人はね枠慣れでしょう、動きはなさそう、まあ、ピット離れで変わらない限りはですね、はい、ここは村松選手が4角にするレースになりそうですね。赤坂、昨日の前半まではね、前半はね重たいって、なんかもう重くて重くて、まあ走り出せばいいって言ったんですけどね、でも後半はね、はい、チルと0度に跳ねていってね、なんか伸びは良さそうですねと、おお、ちょっと良さそう、もう出足も普通ぐらいあると、で重い感じは自分が慣れるしかないかもしれませんね、うん、まあ、新モーターの分 ね、 そ、 それは新モーターだからそんな急に回転が上がってるわけじゃないんでね、はい、その辺はまだまだなんか慣れながら我慢しながらレースになると思いますね、はい、そんでまあ赤坂選手は直線はいいと思います、はい、あと大賀選手も昨日のね外からのレース外枠ででもねいい走りしてましたね、素晴らしかったですよね。大賀選手もねこれいいモーターになる可能性あるよって言ってました。あ、もう気配があるということで、うん、であとね柏野選手もね、はい、検定タイムトップタイのこれモーターだからね、周りの選手聞くと柏野さんも動きいいみたいですよって言ってました。おで昨日連勝した村松選手も船足行き足が良くなってますからね、ここは角が取れそうですしね。だって昨日外からいいレースした森永選手も、ね、印が俺回らなかったんですよ、僕。そうなんです、印が足りないんですよね。実は佐藤選手も直線系いいんですよ出足はいまいちだけど直線いいんですよ、はい、もう全部に、ね、印が回したいぐらいですけどね。でもね一応このなんていうんですか、業界僕らの中ではもう20〇〇三角、はい、バッテンしかないんですよね、うん、4つしかないんですよね。あとここなんか、ね、ハートとか米ハートとかね、星とかね、星とかあればいいけどなかったんでもうしょうがなくっていう感じですんでね、はい、赤坂選手やっぱスタート決めてインから地元なんでね、はい、しっかり逃げての相手を村松選手やっぱ指名しましょう、はい、あ、中国地区戦勝った後のレースでね、うん、昨日連勝でしょ、はい、船足良くなってるでしょ、スタートもやっぱり行くんですよね、全部揃ってますからね、で顔もかっこいいでしょ、そうなんですよ、もう人間もいいでしょそうなんですよ、僕にないとこばっかりありますからねもうね、いや長谷さんここ狙ってたらかっこいいんで頑張ってください、ごますらごますらそこでねですんで、まあ、村松選手のもう 2,3 着って感じでまずもう 1,4 流しと 1 流し4っていうので、まあ、本戦行きましょう、ここはまずは買い目ですね、うん、さあただ狙い目ではその村松選手やっぱ勢いがあるんでね、はい、あの内側の選手が握ってくれたらまくり出しにもいけるし、はい、自分からスタートいったらもうまくる可能性もあるし、うん、やはりねいい位置にいるな彼はって、はい、やっぱりねこのね乗ってる選手っていうのはやっぱりね僕も思いっきり乗っかってみようかなと思ったんですよね。なるほど。で赤坂選手ね大村の陰線はね、はい、今
2連体でいうと28走連続2連体、はい、3連体でいうと65走連続3連体、確かに、うん、あもういいんじゃ外れないんですよね。そうですよね。でもねここ最近は、まあ、前2走は連勝してますけど、はい、その前がね2着が4本あったりした時があったんですよ。ちょっとね1着をちょっと取りこぼすことも多かったりするんですよね。というのも考えたらちょっとね村松君の角戦一発決めてもらって、はい、でもやっぱり赤坂選手は 2,3 着には来るんじゃないのかなというフォーカスですよね、はい。でも村松くんがいた時は森永選手佐藤選手ね、ちょっと残念ながらね印が足りなかった北選手、そうだからちょっとここでね印の分をね、はい、出そうかなと思ってね、はい、まあ、本当なんか手広く手広く行きたいですけどねでも狙い目としてはもう村松選手逆転を出そうと思います。はい、わかりました。そうということで狙い目ご覧の4番から、赤坂選手を 2,3 着というところですね、うん、はい、ありがとうございます。そうということで困った時の長谷田の実、本日第12レースカステラドリームを挙げていただきましたので皆様ぜひこちらもご注目ください。そうということで2日目の本日も展望番組をお付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷昭則記者でした。長谷さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。